チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。旧国シンクタンクより、こんばんはのお時間でございます。本日はですね、毎週木曜日やっております、定例の研究会と同時に、年に一度の総会というものがございまして、無事昨年度の、活動と、会計その他が、承認をされたということもございまして、新年度に向けてということもございまして、まずは理事長の倉野先生からですね、お話をいただければというふうに思います。はい、定職数が足りまして、委任状を出していただいた方、そして何より会場に平日の昼間でありながら足を運んでいただいた特別参加会員の皆様、ありがとうございました。今年は大きく2つの成果を報告できるなということで、私の方から皇室のお話を、何年も皇室の話に取り組んできましたけれども、昨年度危うく女系天皇推進派が勢いを得て国を二分する争いになりそうになったと、それを阻止することができたと。本当に野党第一党が女系天皇を打ち出して他の政党と第一政戦になっていたら、これはそれ自体が皇室に類を及ぼすことですので、それを避けたいということで動いておりまして、でさらに政界の流れを作るべく提言普及実現をしていて、いろいろな成果報告ができたということで、女系天皇を阻止しつつ悠仁殿下への皇位継承の流れを揺るがせにしない流れを作ることができたということをご報告できましたので、本当にこういう活動ができるのは会員の皆様のおかげですというふうに毎週申し上げてますけれども、本当に皇室の話が大事だっていう時に、自分の生活かなぐり捨てて、やっぱり日本のためだから皇室の研究して提言して しに行かなければっていう活動ができるっていうのはありがたいことかなというふうに思います。本当に一つほっと胸をなで下ろしております。はい、ありがとうございます。それで和田先生のはいかがでございましょう。はい、シンクタンクというのは価値観の発信が何よりも重要なんだということで、今回締めた総会は4年目の総会だったで、今現在5年目なんですけれども、ちょっと想像していただきたいんですけれども、4年前の状態で減税っていう単語がどれだけ市民権を得ていたのかっていうことなんですね。減税っていうのは4年前に言ってた人たちの量と、その今減税がいいよって言ってる人たちの量は全く違いますよね。つまり我々もね、ずっとその減税がいいんだということを訴え続けてきているわけです。で、いろんなね、養老者の人たち、政治家の人たちにもお伝えをしたり、草の根団体の人たちにもそういった減税がいいということをお伝えしてきた中で、ちょっと不完全ではあるんですけどね、岸田さんがようやく減税と、定額減税ということで、山が少し動いたということですね。つまり減税をするのがいいんじゃないかって世論が形成されたから、岸田さんは自分のね、ためかは分かりませんけれども、減税ということで動いたというような状態になっているわけです。これは我々ずっと価値観、減税をして自由な経済活動、そして自由な社会がいいんだということを訴えてきた、その延長線上にある一つの成果かなというふうに思っています。で、それとともに財政改革というか、国の財政は社会保障費が一番大きいわけですけれども、一般会計予算だとその次に地方交付税が大きいわけですが、国債費の、は抜かしてですけれども、この2つについて、昨年度は結構調べたということです。で、特に社会保障費というか、これは税収の見通しと両方車の両輪で考えていかないといけないわけですけれども、こちらについてはですね、我々のね、研究の土台として行政中央省庁がある程度しっかりしてるのかなっていうところで、それに対して何か打ち出していかなきゃいけないのかなっていうふうに思ってたんですけれども、ヒアリングをさせていただいた結果、厚生労働省さんも財務省さんも内閣府さんもみんな、バラバラに点で違うことやってるんですよね。そしてちゃんとした先の見通しっていうものを政府として共有しているということがほとんどないということです。年に1回共有してはいるんですけどね、1年分のやつは共有してるけど、他の中長期の見通しって実は政府バラバラなんだっていうことが、はっきり分かったということです。で、その社会保障費の積み上げとかも、いまいちそれ本当なのかっていうこともありましたし、もっと言うと地方交付税の方もですね、この計算、なんでその金額なのかっていうことが、実はね、基準財政需要額から、基準財政収入額っていう、財政の引き算を
するとその交付税が出るということになっているんですけど、じゃあその需要額っていうもの、交付税の最低限必要な金額として地方から算出されてくるものが実はあんまり根拠ないんじゃないかということ、むしろ国の補助金が先に決まっていて、それに対する地方側の負担を補填してるだけなんじゃないのかっていうようなことも、まあこれね、ヒアリングをしていくことによって明確に分かってきたことなので、まあそういう中で何に着手しようかっていうことが去年ははっきり分かったと。つまり今年は税収達成値だということをですね、つまり GDP が 1% 伸びたらどのぐらい税収が伸びるのかっていうことについて、実はこれもそのいろんな財政の前提の議論としてまともに今は算出されてないんじゃないか、これを詰めていくっていうことが、まあ、去年の一連の活動の中で、じゃあやっぱポイントはここだよねっていうのが、まあ、他めちゃくちゃなので、とりあえず1個まずやろうっていうのが去年の活動の中に見えてきた、ということ、まあ、これをご報告をしたというところですね。はい、はい、どうもありがとうございます。とにかくね、あの総会でも倉間先生おっしゃってましたけども、ずっと継続してやってると、で最初のうちなかなか効果が出ないようであっても、うん、ある時ポッとブレイクすることは何でもあるよねと、で例えば、うん、減税にしても皇室にしても、うん、まあ去年それが最初の1年2年はね、なかなか目立った効果にはならなくても、これ急にやっぱり花開いたというのはちょっと大げさかもしれませんが、うん、相応の効果が出てきたというのはやっぱり急にポッと出るんで、それはやっぱり皆様のですね、継続的なご支援をいただいてこそというものかなと思います。それこそ本当に4年前どうでしたかっていうんですけど、4年前どころか2年前ですよ。なんか最近私ひまそらあかね候補のですねことに詳しいよというところで話をすることになってるんですけど、異常に詳しいですよね。ちょっと驚きましたよ。いやで、ね、何度かというと、実は私ひまそら氏のことを最初に取り上げたのは2022年なんですよ。はい、2022年の最初のリーガルハラスメントっていうのが出た時なんですが、はい、まあ、ネットで騒然としてっていうこともあったんですが、どういう文脈で取り上げたかと、でおはようテラちゃんでいきなりぶっ込んで唐突な話だと言われたんですが、実は防衛増税って話が出てきたんですよ、うん、で防衛増税っていう時に、いや増税してもその、ね、増税するよりも減税してパイ増やした方がって我々常に言ってるわけですけれども、うん、そんな余ってる金あるなら増税するなよっていう時に、公金中中の物語っていうのは話っていうのは非常にやっぱ分かりやすいよねっていうことで、初めにひまそら氏に注目して、なんかそれ以来ずっとなんとなくチェックをしているという形になったんですが、ただそれが2年前ですからね、2年前はまだ4年前どころか2年前はまだ防衛増税やむなしみたいなことをおっしゃって言われている人たちまで言ってたぐらいが、それは本当このずっと言い続けてきたら急にゴロッと山が少し動いたという、そういうこともありますんで、ですからね、やっぱり継続的にいろいろ仕事をしていくというのは大事かなと。でなんか私もこの総会からこちらの研究員理事ということに なんかなってしまいまして、はい、研究員はずっとですんで、あ、そうですか、はい、今日付けで理事、あ、そうですか、はい、理事になっちゃいましたんでですね、はい、まあ、とにかくクビにならない程度ですね、まあ、一期は無事にちゃんと務めようかというふうに考えておりますんで、引き続きよろしくお願いしというふうに思っております、はい。でまあ、そういうわけで九国シンクタンク、まあ、日々の今日はちょっとまあ日々の活動の報告というよりもこの1年間の報告というのを両先生からいただいたわけでありますが、今後の、予定というふうなことで、フォーラムセミナーと、まあ、やっております。先日もその倉山先生のですね、渾身の倉山光の全てが詰まったという言われるですねアーカイブのセミナーを23日にやって、まあ、おかげさまで本当大盛況を得ることができました。消防法はちゃんと違反しないでですね、私ども順法精神にあふれた人間でございますから、まあ、人が多すぎて消防に違反するってことですよね、通路に物置いてるとかってわけじゃないですからね、はいはいはい、通路はちゃんと、はい、通れる状態になってましたから、はいはいはい、それでそういうところでですね、しております。で今後企画はしておりますが、セミナー2件、フォーラム1件というのは年内に、予定をされておりますんで、まずはですね、ちょっと和先生にフォーラムの告知の方からお願いできればと思います。はい、11月の23日なんですけれども、こちらで、フォーラムということで大きな形で、皆さんに、まあ、1年の、ね、研究成果というか、まあ、今後の世界の情勢の見通しを、まあ、お伝えすると、まあ、毎週毎週ですね、いろんな外交安全保障の専門家の方々も含めてですね、研究活動に、まあ、どんどんアドバイスをいただいて、いるので、そういったことを踏まえた、まあ、成果ということでですね、11月の23日、まあ、大統領選が終わった後ですね、アメリカのこの世界がどうなっていくのかということを皆さんに対してですね、
まあ、還元させていただくというか、そういう知見を提供させていただくということで、まあ、11月23日に旧国シンクタンクのフォーラムということ をさせていただきたいというふうに考えています。で、そこから、まあ、ちょっとね戻ってきてだんだん近いイベントについてのお話をしていこうと思ってるんですけれども、11月の3日にもですね、内藤先生の自治体経営研究会の中でのですね、セミナーをお願いをしているので、どんな内容でしたっけ、内藤先生。クルド人ですね、あれに言ってしまえば、川口の、まあ、川口市の特に北部のですね、いわゆるクルド人問題ということについて、どうしてもこれはざっくり言うと、まあ、右左のそれぞれのお立場の方がどうしても感情に触れるところになってしまって冷静な議論ができないと、うん、でやっぱり一番大事なのはその地域に住んでおられる方々のやっぱり平穏な生活をどうやって確保するのかというふうなことになると思いますので、それはまあいろんな角度からお話をしてみようかというふうになっております。まあ、明治節にやるからといってですね、決して明治時代のクルド人の話をしたりですね、神宮外苑とクルド人とかそういう話をするわけではこれございませんので、川口市のクルド人の話ということでちょっと、まあ、川口を中心にで、それがですね、例えば変な話ですけれども、他の、まあ、クルド人とトラブルが起きているわけですが、例えば日本いろんな形の外国系の方がおられるわけですけれども、トラブルはあまり起こしてないコミュニティの方もいるわけですよ。例えばフィリピン系の方というのは今33万人住んでおられて、在日外国人の中で第4勢力という、韓国入管マンについて第4位という勢力ですが、フィリピン系の方とのトラブルっていうのはもちろん個別の、ね、事件なんかあるとは思いますが、まあ、あまり聞かないわけですよね。ですからそういうところでどういった形でうまくいってるところとそうでないところの差があるのか、あるいは制度としてですね、改正入管法が施行されましたけれども、これもその倉間先生よく言っておられますが、憲法を改正すれば、9条を改正すれば直ちに国防安全保障が全て解決するってそんなことはないわけで、やっぱり法律が改正されてもどうやって運用していくのかと、その運用にどこに穴があるのか、あるいはどう解説していけばいいのか、そういうことも含めてですね、ちょっと、まあ、冷静な議論を極力していければというふうな、まあ、集大成になるというよりはむしろ中間報告のような形になるとは思いますが、まあ、ちょっと一度ですね、お話を聞きに来ていただければというふうに考えております。そうですね、まあ、その自治体 の、まあ、その外国人の方への政策というものはやっぱりちょっとリベラルになりすぎるところが多いんですね、うん、その専門家の方々が。そういう意味で、内藤先生から、まあ、そのコンサバの人たちの意見とかも含めたちょっとニュートラルな感じ のより現場に即した、まあ、地方議員さんの方であるとか、まあ、そういった問題に関心がある人たちにお役立ちいただくような情報ということですね。そうですね、はい、ですからとにかくやっぱり一番大事なのは、何人であろうとも、まあ、犯罪は犯罪で取り締まらなければいけないと、うん、それから実際そこで生活している人たちがルールを守って生活している人たちはこれは平穏の生活が維持されなければならない、うん、この2点が基本ですから、はい、でその上でいろいろ考えるということになろうかと思います。まあ、クルド人の場合はちょっと最近特に関東エリアで住んでいる人間にとっては、うん、非常に深刻な問題として皆さん取り上げてますんで、ちょっとまあその辺も含めてですね、はい、お話できればというふうに考えております、はい、そして直近の、はい、まあ、イベントとしては自治体経営研究会ということで第7回、さっき の内藤先生のやつは第8回なんですけど、第7回の旧国シンクタンクセミナー自治体経営研究会は、マニフェストの作り方ということで、まあ、一般的にね、どうやってマニフェストというものが、まあ、作られていくのかとか、まあ、それがじゃあ行政の計画とかといって何が違うんですかということであるとか、まあ、実際どういうふうに機能するのかというものを、皆さんに、お話をしたいと思ってます。でこれは大学ではですね、結構まあオフィシャルなことを教えてくれるんですよね、なんですけど、現実のまあ選挙であるとか政治の中でどういうふうなものなのかっていう、よりリアリティのあるものとして、このマニフェストの作り方講座というものを8月25に予定をしておりますので、まあこれね、作り方が分かれば読み方も分かりますから、ぜひ皆さんにこちらもご参加いただければなというふうに思います。はい、はい、というわけでございまして、まあ、7月はちょっとね、そういう大きなイベントないんですけども、うん、8月に向けて、まあ、8月、11月、それからまあ11月2回ございますが、はい、準備を進めておりますが、そういうわけで引き続き、ご支援をいただければと思います。最後に理事長の方からご挨拶を。そうですね。
本当に救国シンクタンクがこういう活動できるのは会員の皆様のおかげでございますので、何のしがらみもなく提言普及かつ実現ができて、今年の総会では皇室と減税という2つの大きな成果をご報告できましたけれども、本当これを終わりだと思わずに始まりだと思って今後も活動を続けていきたいと思いますので、で今日の総会の成果報告でも会員の皆様と一緒にやっていったんですよというところを細かく報告させていただきましたけど、それはもう本当にその通りでございまして、単純に会員になってお金の面から支えしていただくの他に、実際に行動してくださっている方も何人もいらっしゃいますので、ぜひ一緒に救国シンクタンクに参加して救国に向けて行動していければなと。そして我々はこれが救国ですと、これが正解ですという押し付けを一切しません。何が救国なのかを考えながら、常に考えながら議論しながら行動していく集団です。本当に救国について考えるときに、これをやったら亡国だろうというと、だから阻止しなければいけないんだというところから始めましたので、本当にみんなで一緒に救国をしていければなというふうに本音で考えておりますので、ぜひご参加いただければなと思います。本年度もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日本には近代政党が必要だ。自分の政策与奪の権を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると、政府の力ってどんどん強くなっていく。でそうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。